次はパオルムちゃんです。パオルムちゃん弱いんでおそらく大幅カットです。よろしくお願いします。これで終わりだ。終わらせる。よーし、終わり。よし、じゃあ次ラドバルキンですね。起こしていきましょう。届くんだべか。やってみるか。いかなかったり、いかなかったり。おお、倒した。はい、続きましてレイギアーナやりたいと思いますよ。レイギアーナちゃんはね、いやもうどう倒すかも決めてます。はい、始まったんで、まずアイテム集めからするかな。1、2と3、4、5、6、7、8、9。はい、現在9回剥ぎ取りで、今回ね、こちらのラインナップでやっていきたいと思いますよ。これはもう虫で落としちゃおう作戦ですね。先行でボコボコにしてやるっていう作戦でやっていきたいと思います。きたー。That's the monster we ran into earlier. Must be the big monster around these parts. 開幕です。OK、まず一発目ドーンで、OK で石拾っちゃう。石拾ったらまず顔殴ってゲージ貯めましょうかね。まだ怒んないで。オッケーで、もう一回パーン殴ってダメージ食らっちゃったけど、ドンマイオッケー、うんでオッケーで09しちゃうか。確か耳栓5レベルなんで、ゼロ距離やってもね、あかんるー、あかるー、あかん気がすんで、よいしょ、飛んでもらえねえかな。ナイス。はい、まず一発目猫ナイス。よし、間に合い、オッケー。ゲージ切れる前に、スラークのねゲージ切れる前になんとか間に合ったね。でもこれモロハの剣やな。はい、外していく。よし、切れるべ。オッケードーンで、効果、先行の効果切れた。うそ、うわー、お肉欲しくなってきたな。スタミナがきついわ。もうそろ防具買いないと防御力不安出てきたな。防御力のなさが露呈してきたな。飛躍ください、飛躍欲しいよ。マジ、あ、しくった、ぶっ飛ばしできましたね。どんまいどんまい、次に行かしていこう。んで1、2の3でゴーン、カルロスゴーンしてぶっ飛ばしていきたいですね。飛ばし行く前に先行ちゃんと外したのを確認して、そこでしょ、まあ降りろ、危ないぞ、死ぬ気お前。よし、オッケー、あ、オッケーじゃない、あーあーあかん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 、オッケー、んででも行っちゃおう。オッケー、どん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 、いいタイミングで先行なったな。まだぶっ飛ばしいけるんで、ぶっ飛ばし優先でいきましょうか。はい、じゃあやったらこれでぶっ飛ばしいきますね。オッケー、順調丸で、はい、ゲージ溜めずにできるだけ強い技、そう、これ入れよう。オッケー、できれる。フレーム回避したかった人生ですが、これは踏めるか、フレーム回避。何も言えてない。あー、ペペ4する、避ける、オッケー、一撃入れたね、くらえ、押しのった。奇跡です。
オッケー、このノリは絶対ミスれない。でもスタミナがないのがかなりきついですけども、ここは技術でスキルでカバーしていきたいと思いますよ。押し終わった、フィニッシュ入ります。ドンペリ入りまーす。ドーン。キャバクラって本当にドンペリ入りますとかあるのかな、行ったことないんでわかんないんですけども、行っとけ、ほらこれでとりあえずフィニッシュ、ナイス。おっと、いい大チャンスです。大チャンスをものにしたい、ものにしたい、ものにしたいが間に合うか。いっちゃえっと、おっと、ひっつく場所を間違えた。大チャンスをちょっとだけものに、ちょっとだけものにしたけど無駄にしましたね。わお、まずいよ、くらえ。オッケー、ざまみやがれ。うわうわ、やらかしたそういうとこなんだよな。おー、ナイス、ナイスか、今でしょ。失敗しました。カッコつけたかったんですけども、ぶっ飛ばしていきますね。お、あ、弱った、来た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 、勝ち回した。で、ここはもういつもでマルチでやったらね、フレさんってやったら絶対レースしちゃうよね、ここ。ここはでももうレース会場だから。ちょっと、10個目いっちゃう ?10。よし。いってますね。これは、ぶっ飛ばししちゃおう。1回、2回、で顔傷ついた。ナイスタイミング。オッケー。ワールドの頃も割と簡単ではあったんですけど、ぶっ飛ばしが追加されることによってよりね、避ける、わーい。でもあれやな、マスターランクからだいぶ厳しい戦いが始まるんじゃないかな。先行あるっけ、先行いるね。うわ、よし、ここでちょっと攻撃するでしょ。無理ない攻撃がしない、避ける。で、これは先行ドーン。オッケー、ナイスでーすよ。よし、でゲージ貯めようか。これで終わってくれたら嬉しいけどですよね。先行も終わるの早いな。そんなもんか、わい。ほら、避ける。で、飛んでくんねえかな。うわー、やらかした。痛い、うわ、痛いよ、これ死にたくない。理由は戻るのがめんどくさいから。間違えた、間違えた。よしよし、ガウドミしてほいほい、当たんないか。避ける、よし、うまいね、最後うまくいったね。OK、はい、続きまして、オドガロンですね。オドガロンちゃん、やりたいと思いますよ。ですね、先ほどレイギアナさん割ってから、装備、ガラッと買いまして、ついに、食生学ボタニストってあるじゃないですか、英語でボタニスト、これ食生学って言うんですけど、能力が、はい、薬草系ですね。草系のレベル1だと草系のアイテムの取る量が増えるということで、これ必須アイテムなんでね、必須アイテム、必須スキルなんで、今後ともつけていきたいと思いますよ。はい、それで今回もレイギアナ同様、もう取るべきものは決めてるんでね、早速アイテム集めから始めましょうか。1,2,3,4,5。釣りって何釣るかというと、こいつじゃありません。6かな、6だったっけ、6、こい、
次来い。水面が見えないですね。7、ちょっと待って、関係ないやつしか来ない。頼むよ頼むよ、ここにいるのは知ってんですよ。8匹目、8来た。これ寿司フィッシュ、刺身ですね。刺身魚、刺身魚、刺身鱗落としてくれるこの寿司フィッシュを探してまして、この刺身鱗9、ラスト。で、これが何欲しかったっていうと、刺身鱗には裂傷回復効果があります。2個目よかった。ラスト10個目、 OK。 じゃあ今回こちらのラインナップでいきたいと思いますよ。お、3つですね。早速食生学のありがたみが出てますね。まあ裂傷、血がドバドバ出ちゃう状態があるんですけど、それを解消できるんで、オドガロンちゃんね、裂傷状態にさせてくるんで、まあ良き良きかなと。2個もあるんで余裕あるかな。いるねー。よし、じゃあこちらの、あらららら、ら邪魔だなー邪魔だなー、しかし邪魔だなー。縄張り争いしてもらうか。あ、でかくねえか、気のせいか。ぶっ飛ばしスルードーン、オッケー、ナイスー。うわ、いらんの来た。やーんですよねー。ナーボで争いしてもらって、オッケー、すぐいなくなってもらおうか。もう一回ぶっ飛ばしできるんで、次いなくなってもらいましょうね。よし、これでいなくなるべ。もうちょっかいかけんといてな。うわうわうわ、出たー。これです、これ裂傷ですね。こうやって動くとダメージ食らっちゃうんですよ。だからこれで回復と。いや、いいっすねこれ、結構回復するし。鱗違うところにくっついたわ。連撃しろ、連撃したら行くべ。おっしょ、オッケー、こっから本番ですね。ナイス、 V 破壊、オッケー、いけるかな。オッケー、無理やりドーン、オッケーで、プラスチ状態になるんで腕傷つけよう。点灯狙いたいんで、ナイスー、オッケー、ここで来たねー、行っちゃおう。どん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 、ナイスー、毒状態になった。カウンターやばいね。んで、もう一回攻撃力上げよう。下がる、もう一回下がる。うわー、やばいよー、うわー、回復しろ。おい、危ねー。お、ナイスー、早いよー、避けてー、ここは入れよう。で、下がる、よし下がるよ、ナイスー、ナイス、避けー、よし、移動ですね。で、刺身鱗なくなっちゃったんで、これからはしゃがんで回復しないとね。回復薬飲むか。あ、やべ、取っちゃった。うわー、取っちゃった、捨てます、捨てます、捨てます。オッケーで、ドンで、ドチューンする。お、飛ばし、ありがてー。お腹減っていな、移動しましたね。もうそれ弱ってもいいんじゃないかなと思うんだけど。はい、第3ラウンドしましょうかね。ナイス、よし、来たぜ来たぜ、しくったぜ。やらかしたね、
うわよし、これ避ける、ちょいちょいちょいぶつける、避ける、攻撃も分かってきたよ。うんじゃ、あーしくった、危ない。怪力の種食べて攻撃力上げます、避ける、やらかした、ナイスフレーム回避、これでいけるか、よしいけ、ゼリゴリ解放、フォー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 、もう一回毒にしたいな、こいつマヒが一番効くんけど、マヒんとこないよな、ナイス、やばいカウンターだ、もうまあぶっ飛ばししてゼロ距離解放決めようか、ナイスで2個目スリンガー落としたんで捕獲ラインが近い、オッケーいけ、どん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 、ナイスで、まだぶっ飛ばしいけるっぽいのでとどめの一発逃しませんよ、バシュシ食ったな、うわ失敗したな、クレーム回避弱ってるね、ちょっとこれ来て一瞬で研ぐべで、これ来てオッケー決めるぜ、うわやらかした、待て逃したな、諦めよう、はい、さよならしましょうね、さよならしましょうね、これで終わらせるべ、オッケー、これで決める、決まるべ、おいどーん、お疲れ様でーす、うーん、レイギアノとオドガロン、ちょっとまあまあ警戒してたけど、まあ刺身入ることがね、先行でもうまく効いたみたいなんで、うまくいってよかったっすな。それでは次あれかな、ディアブロスとレウスやって上位になるのかなと思います。それでは次回お会いしましょう、じゃねー。